マルコ・シモンチェリーはイタリアカットオリカ出身のオートバイレーサー。2008年のロードレース世界選手権において 250cc クラスのチャンピオンとなり、2010年からは最高峰のモートジッピークラスに参戦していた。1996年から2000年までの間、イタリア国内のミニバイク選手権に参戦し、2年連続タイトルを獲得する活躍をする。 2001年、125cc のホンダトロフィーに参戦する。2002年、ヨーロッパ選手権 125cc クラスのチャンピオンとなる。また、同年、世界選手権の 125cc クラスに、第10戦チェコ GP から参戦し、世界選手権デビューを果たす。第13戦、パシフィック GP を除く、後半の6戦に出場する。 6戦中3戦でリタイアし、ポルトガル GP の13位が最高位であった。2003年はマッテオーニレーシングチームから世界選手権フル参戦を果たす。ルーキーイヤーは堅実にポイントを稼ぎ、最終戦バレンシア GP では4位入賞する。2004年はラウチブラボーチームに移籍する。ウェットレースになった第2戦スペイン GP で、 グランプリ初優勝を遂げる。しかし、シリーズランキングは11位に終わる。2005年は、イットレースチームに移籍する。シリーズ5位に入る活躍を見せ、250cc クラス昇格への足がかりを作った。2008年日本 GP2006 年に、メティスジレラチームから 250cc クラスにデビューする。ジレラの同クラス復帰初年度となった。 このシーズン、シモンチェリは7位から10位あたりに入る堅実な走りを見せ、シーズン最高位は第4戦中国 GP での6位だった。ルーキー・オブ・ザ・イヤーを争ったが、7ポイント差で青山周平に敗れ、シリーズランキングは10位で終わる。2007年は前年の成績よりも低いシリーズ10位に終わる。このシーズンは6位が最高位で、 表彰台獲得はできなかった。2008年、ホームグランプリの第6戦にイタリア GP で初優勝する。しかし、この初勝利は物議を醸した。シモンチェリは残り一周となった、ホームストレート上で左にコースを変え、エクトル・バルベラの進路を妨害する形となった。バルベラは高速で転倒する。幸いに怪我はなかったもののリタイアとなる。 シモンチェリは、バルベラのリタイアにより、後続に3秒差をつけて1位でフィニッシュする。しかし、このバルベラに対する進路妨害に対して、ペナルティを求める声が上がる。シモンチェリへの処分は、口頭注意に止まり優勝が認められた。実戦第7戦、カタルニア GP も、激しいレースになるが、アルバロ・バウティスタを最終週で抜いて、 シーズン2勝目を挙げる。その後も、第10戦ドイツ GP、第12戦日本 GP で優勝、第8戦イギリス GP で2位、第9戦オランダ GP、第11戦チェコ GP で3位と着実に、ポイントを重ねて、チャンピオン争いをリードしていった。2008年シーズンの当初、シモンチェリには、カスタマー仕様のジレラ RSW250、 L.E. を与えられていた。しかし、第3戦以降の活躍が認められて、シーズンの終盤には、ワークス対イグに昇格、最新の RSA250 で参戦することとなる。第15戦オーストラリア GP で、シーズン5勝目を挙げる。残り2戦となった第17戦マレーシア GP では3位、表彰台を獲得し、シリーズチャンピオンに輝く。 最終戦バレンシア GP では6勝目を挙げ、飛躍のシーズンを締めくくった。2009年も 250cc クラスに残留し、タイトル防衛を目指した。しかしシーズン開幕前の元クロスによるトレーニング中に右手臭上骨を骨折してしまい、開幕戦カタール GP を欠場する。続く第2戦日本 GP も17位でノーポイントに終わる。そのため、 シーズン序盤は、青山広和、アルバロ・バウティスタラライバルたちに、タイトル争いで遅れを取る。しかし、シーズン中盤以降は調子を取り戻して、勝利を重ね、ランキングトップの青山にも追いしていった。最終戦バレンシア GP、シモン・チェリが逆転チャンピオンとなるには、自身が優勝し、青山が12位以下に終わるという条件だった。 青山は途中コースアウトを喫し11位にまで沈むが、トップを走行していたシモンチェリは、その直後に転倒、リタイアとなってしまった。結局このレースに優勝した、エクトル・バルベラに逆転され、シリーズランキングは3位に終わった。またこの年、イモラで開催された、スーパーバイク世界選手権のレースに、アプリリアのワークスチームから、療養中の中野マイアの代役として、 スポット参戦を果たした。レース1は点灯リタイアに終わったものの、レース2では、ベテランのチームメイトマックス・ビアッジをオーバーテイクして、見事3位表彰台を獲得、非凡な才能を見せつけた。2010年アメリカ GP2010 年は、ホンダのサテライトチームである、グレシーニ・レーシングと契約する。マルコ・メランドリオチームメイトに最高峰。 モートジッピークラスにデビューすることになる。シモンチェリは、レースを重ねるにつれて徐々に速さを見せ、第17戦ポルトガル GP では、アンドレアドビツヨーゾと表彰台争いを展開して、シーズンベストの4位を獲得する。最終戦バレンシア GP では、予選3番手となり、クラス初のフロントローを獲得した。2010年のシリーズランキングは8位となり、 モートジッピークラスのルーキーとしては、ベン・スピーズに次ぐ2番手となる。2011年もグレシーニに残留する。前年の活躍が、HRC に評価されたシモン・チェリは、最新ワークス仕様の RC212V が与えられた。チームメイトは、250cc クラス時代からのライバルである、青山・博和を迎える。2011年シーズン、シモン・チェリは、 シーズンの驚きになると予測された。開幕戦のカタールでは5位でフィニッシュし、ウェットレースとなった第2戦のヘレスでは転倒して、リタイアとなったものの、優勝が目前であった。第3戦のエストリルでは、自己最高となる予選2位からスタートした。第4戦のオルマンでは、2位争いの最中に、ダニュ・ペドロサと接触した。この接触で転倒した、ペドロサは鎖骨を骨折し、 シモンチェリーは、ライドスルーのペナルティを受けたものの彙で完走した。当初、シモンチェリーは、接触に対する非難に対して、通常のブレーキングで、ペドロサの余地を残していたと反論した。しかしながら、次戦の前に彼は、自らのライディングスタイルを変更する必要があると、認めた。カタロニアでは、レース週末の前にレースオーガナイザーとの面談を、要求された。 予選では、ケイシー・ストーナーに対して0.016秒差で、自身初のポールポジションを獲得した。しかしながら、スタートの失敗で7位まで落ち込み、レースは6位でフィニッシュした。モートジッピークラスでの初の表彰台はチェコでのサニーであった。2011年マレーシア GP での事故2011年10月23日、セパンインターナショナルサーキットにおいて開催された。 マレーシア GP の決勝レース中に事故は起こった。予選5位のシモンチェリは1周目を終えて4位につけ、5位を走るアルバロ・バウティスタとの激しい順位争いの中、2周目の11、コーナーで前輪のグリップを失い転倒する。この時直後にいたバウティスタとニッキー・ヘイデンは、シモンチェリがコースの左外側にスリップしていったため避けることができた。 ところが転倒したシモンチェリーは、マシンのコントロールを失っていたものの体勢を立て直そうとしたのか、左足がステップから離れながらも右半身を路面に擦りつけながら右旋回し、コース中央に戻ってくる。ヘイデンの後続にいたコーリメドワーズとバレンティーノ、ロッシの二人は、コース中央に急角度で戻ってきたシモンチェリーを避けようとするものの、すでに回避不可能な位置と速度であった。 エドワーズはシモンチェリの体とマシンに激突し、その後ろにいたロッシもシモンチェリの頭部に衝突してしまい、共に右外側へコースアウトする。衝突されたシモンチェリは衝撃でマシンの前に弾き出され、ヘルメットが外れた状態でコース上に横たわった。 なお、エドワーズは接触の衝撃で転倒して、左上腕部骨折と肩の脱臼の怪我を負ったが、ロッシは転倒を免れて、コースに復帰することができた。この事故によってレースは直ちにキャンセルされ、シモンチェリの元へ、メディカルスタッフが駆けつけたが、この時には、意識不明の心停止状態となっていた。即座に、心肺蘇生が行われ緊急搬送されたものの、 現地時間の同日16時56分にメディカルセンターで死亡が確認された。24歳遺没。25日に遺体は母国へ戻され、その後の通夜から27日の葬儀まで関係者やファンなど数万人が見守る中取り行われた。出生地の葛藤理科に近い場所にあるミサノサーキットはシモンチェリに敬意を表し、2012年より ミサノワールドサーキットマルコ・シモンチェリーと解消した。2016年には、シモンチェリーの象徴であるゼッケン58番が永久欠番に指定された。シャル、スーパーシックシモンチェリーを永遠に、中野マヤ2011モートジッピーレースの味方、ライディングスポーツ2012年1月号、三英書房2011年11月。ありがとうございます。